皆さん、ステラジは山城と申します。スターステージプレゼントウェブレディオプログラムステラジ、この番組は総合創作サークルスターステージプレゼント代表の山城が日々思うことを語ってみたり、スターステージ各チャンネルの動画紹介をしたりするインターネットラジオプログラムです。ということで、始まりました。今週もね、一応やっていきますよということでございますけど、またね、ちょっと詳細はこのままもうね、オープニングもへったくりもなくやっていこうかなと思いますけど、まあ最近ね、ずっとあの会員版の放送がずっと続いてましたけど、まあ、いよいよね、ちょっと今後ね、ちょっと、またね、ちょっと帰宅時間が、ちょっと遅くなるような、感じになってきそうだなということでね、今よりも、ちょっとね、これから編集時間をちょっと多めに取らないといけない、あのちょっと夏に向けてね、編集作業入ってきますので、で、いうところにちょっと、さらに、帰宅時間ちょっと遅くなるようですね、これね、時間がね、取れなくなってきますんで、これはね、ちょっとまずいなということでございましてね、まあ、それもあって、まあ、ちょっとね、ある程度効率的にできるようにというのもありまして、今のところね、予定では来週から、このステラジをとりあえずね、今ステラジでやってることを生ステの方に移動しようかなと思います。で、あの前からちらっと言ってましたけど、生放送番組の方に、ね、切り替えてやろうかなということで、一応毎週水曜日の、夜の9時から21時からの予定で、生放送番組という形で生ステとしてやっていこうと思います。まあ、内容としては、まあ、今週のね、今やってるこのThis Weekスタイナップでやってる1週間のね、このスターステージチャンネルの、グループの、流れの動画をチェックしながらね、で、まあ、雑談緊張なんかを話して、終わろうかなという感じで、思っております。で、まあ、一応あのコーナーなんかを見合ったりしながら、まあ、で随時ねコメントなんかで、リアルタイムでね投稿がございましたらそれで対応しておきますよといった感じでね、まあ、1時間ぐらいをやってってなったらね、まあ、正直ね、あれ冷静に考えてみると今これね、あの撮ってるじゃないですか、まあ、変な話1時間ね撮ると1時間収録にまずかかりますよね。で、それにプラスアルファ編集する時間がかかる。まあこのラジオだったらでもね、あのコーナーとかしっかり組んでやろうと思うと結局ね、小1時間やっぱね、編集で時間がかかる。で、投稿して、サムネイルつけてどうのこうのとかってやるとね、結局まあまあ時間かかる。月曜日に収録して、火曜日に編集して、水曜日にアップロードするようなね、形になりますと。そうすると月から水とね、その間ね、まあ並行して、ある程度多少も編集はしてたんですけど、そうすると3日分、そうするとね、3日分で、それでかかる時間を、ね、割かれるってなってくると、その分でまあ動画1本分の編集分ぐらいはやっぱ変わってくるわけですよね。で、まあその分をね、今やってるオーディナリージャパンっていうあのローカルプロジェクトの方とかあっちの方とかに振ったりとかね、いわゆる、タイムリソースをねちょっと割り振っていかないとね、ちょっとね今ねタイムテーブル作ってやってるんですけどね、まあまあちょっとあのこの辺りちょっともうちょっとこ、切り詰めてやらないと効率的に作れないなというところがありましてね、まあそのあたりちょっと今考慮するのに、このステラジの方もね、まあ生放送でやっても、まあ要は生放送って言ってもね、まあ正直そんなリアルタイムでわーってねコメントが入ってくるような感じにはならないと思いますんで、平日ですしね。で、まあそれで、まあいいんじゃないかなと思ってまして、サブチャンネルの方でね、ニュースの方は随時ね、やっていこうと思います。基本的にはね、一応9時から1時間ぐらい喋ろうかなっていうような思ってます。で、水曜日は、このメインチャンネル方で週1この、ラインナップを見ながらをメインにして。で、まあ、後のこともね、随時、まあ、ニュースはチェックはね、やってるんですけどね、まあ、ちょっといろいろと思うことは多いところがありますんでね、この前、試しにね、あのサブチャンネルの方、サブチャンネルというか個人チャンネルの方のねやつで、個人チャンネルの方はタイトルがニュースタブって言ってね、あのどこぞのニュースセブンとは違いますよっていうね、 NHK さんと違ってね、正しい情報なんで一つもありませんけどねっていうことでね、いろいろと、適当に喋っておりますよという番組をさせてもらっております。またよかったらね、アーカイブ残ってますんでね、うん、
もしかしたら消されるかもしれませんけど、今のところに残ってますんで、まあよかったらまたそちらもチェックいただいたらと思うんですけど、まあ1時間ぐらい喋ってますんでね、まあまあ長いかな、あれと思います。だからそんな感じでね、1日グラグラとね、喋っていきたいなと思うんですけど、まあ言うて私もね、ニュースのね、なんて言ったらいいのかな、深追いがあんまできてないですよね、今。まあちょっと難しい問題いろいろと起こってます。不確定なニュースも多いんで、まあですからあくまでもニュースじゃないよと。ニュース多分っていう形でね、やらないとシビアな問題が多いんだよね。そうそうそう。あっちの問題でね、今多分私の周りの方でしたらね、なんでね、今ね、ホットな話題、まあ、郵便局の方のやつは置いといてね、あれはあれでまたちょっと、まあ、あれはまあ政治も絡んでないから、ここで喋ってもいいかもなとは思うんですけど、まあまあ、ちょっと長くなってしまいますんで、まあ、それこそ生放送の時にね、ちらっとやってみたいかなとは思いますけど、サブチャンネルの方でやりますよ、これは。で、いうのはありますけど、それとは別でね、いわゆる皇室問題とかね、いわゆる小室圭さんの問題とかね、あなたに関してね、なんや、全然言ってないやないかってね、ご意見をお持ちの方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、周りでは結構関心の深い方が多いんで、なんですけど、まあ、あれに関してはね、まあ、正直、その、語るのにね、まあいろいろとちょっと気を使うんですよね、やっぱし。皇室問題になると。っていうのはね、私多分このラジオをずっと聞くと、なんとなく分かってくる方もいると思いますし、付き合いの長い方だったら、ある程度分かると思うんです。私、意外と言葉尻弱いんですよ。あのね、よくこれで私、まあ仕事も失ってますからね、それでちょっと、足元すくわれて、反乱派にね、足元をすくわれて、会社を退職に追い込まれるってね、いうようなこともあって、まあそんなこともやってるからね、借金まみれになるわけですけど、ねえ、いうようなこともあります。それぐらいね、ちょっとね、これ接客業やってる時にもね、やっぱね、嫌いな、私、好き嫌い分かれる、私はね、まんべんなく接してるつもりなんですけどね、結構ね、お客さんまでね、好き嫌いが分かれちゃうっていうところがあって、本当、だから、ファンだよって言ってくれてね、もうね、もうご指名でよく買ってくれるお客さんとかもね、いましたし、それはね、本当にね、ありがたかったんですけど、その一方でね、結構敵も作るんですよね。原因は分かってるんですよ。私結構は、その言ってる言葉尻なんですよね。要はちょっとタメ口に近い感じになっちゃうんですよね。まあ、それがね、まあ結局、ね、慣れてきたらね、ちょっとタメ口に近いような感じになる。まあ、それが逆に言うとね、接しやすいよって言ってくれて、よくしてくれてるお客さんもいるし、ね、スタッフ間とかでもそういうのがあるんですけど、逆に言うと、そういうのをすごく気にする方もいるじゃないですか。ですから意外と結構、年上の方でね、まあ言ってしまう団塊世代ぐらいの方とかに、対しては、結構嫌われることが多いんですよね。ね、要は言葉尻ができてないっていうのは、ちゃんと敬う心がないっていう証拠だみたいな考え方の人とかも、まあやっぱいるわけなんですよね。まあ私はもう全然そういう考え方じゃないですし、まあその結果そこら辺にあんまり気を使わない。それよりは、ね、ちゃんと本当に、まあハートで話すって言ったらあれですけど、ね、そういうふうにして言い合っとったら、ね、そんな言葉尻のどうのこうのでね、言っとったら、もうそんなんでいちいちめくるでやったりしとったら、めんどくさいやないのって。ね、じゃなくて、本当のね、話の本質のところをね、大事をしようよっていうところがあるんで、なんですけど、やっぱし、いや、それはダメだっていう考え方の人も、やっぱ世の中には結構いるわけでございますよね。だから接客用語とかっていうのも、すごく、チェーン店だったら変な話、本当に差し障りのないように作るじゃないですか。チェーンストアマーケティングっていうのはそういうようにやるんで。まあ逆に言うとそこに隙をついて、私なんかの場合はね、まあ地元でやる場合はね、特にちょっと方言を巻いてやるとか、まああれはあえてやってるようなところもありますよ。とかっていうのもね。あったりしてね、まあそういうふうにして、やってるわけなんですけど、まあ方言の金もあるのかな、三重弁っていう、まあ私一応三重弁なんですよね。一応っていうのは結構ね、愛知で生活しておったり仕事しておったりした金もあるんで、ちょっとね、名古屋弁のイントネーションも混じってるんですよ。
ちょっと中途半端なことにはなってるんですね。まあそれも名古屋も一宮とかね、トヨタはね、そこまで、トヨタにいる人ってそこまで濃い人少ないんですけど、トヨタの周りの地域の人っていうのは結構あのいわゆる三河弁ですよね。もう岡崎行ったらね、完全に三河弁ですよ。岡崎、豊川とかでもね、ちょっといろいろと出入りしておった時期がありますけど、豊川なんかもうね、完全に三河弁の地域に入ってきますからね。まあ、豊田もね、三河弁なんですよ。ね、うん。緩いですけどね。ただ、豊田はそんな感じな。そう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 。で、まあ、名古屋もど真ん中では一応仕事はしてましたよ。中村区でも仕事をやってたことあるんで、うん、そうするとね、中村区でも要は名域周り、まあもちろん名域でも駅西の方行ったらね、もうバリバリものね、名古屋弁飛び交うような地域に、もうほんとすぐですよ。駅西のアニメイトとかあるところから、もう一本入って、あの、羅針盤の別館とかあるところから、もうあの隣あたりからはもう完全に、もうすごい、あの、ど名古屋な感じがありますからね。ねえ、あれなんですけど、私がおったのはね、もっとね、奥のね、中村公園とか、だな、あれ中村区役所じゃないな、公園の方とかね、あっちの近くとかでね、仕事しておって、まあその兼ね合いでね、まあ今だから、まあ別に隠してもないんですけどね、まああの周りをね、いろいろぐるぐる回ってね、まあまあ、お店の交流もね、兼ねて、いろんな地元の商店さんとかでね、回る。あれですよ、ただ単におめえ買い食いがしたかっただけだろうってね、あの、店の買い物行ったついでになんか気がついたらなんか、いや、違うんですよ。ダイソーがあってね、あの中村公園のダイソーがあって、ちょうど当時あれ、青木スーパーが改装工事やっとって、青木スーパーが、旧八尾木スーパーのところ、本当、土地元の人しかわからないことですけど、の位置にね、一時期開設店舗があったんですよね。で、そことかに買い出しに行っとった頃、もう、だからだいぶ前でしょ、7、8年ぐらい前か、ね、の話ですけどね、買い出しに行って、そうするとね、ダイソーとかがあって、ダイソーとかでも、まあちょっと、備品の買い出しとかをして、買えるとね、ちょうどね、お肉屋さんがあってね、お肉屋さんがあるわけですよ。で、そこのね、お肉屋さんがね、まあもちろん精肉もあるんですけど、まあいわゆる、あの、もう、ラードをね、たっぷり使ったんでしょうねっていう感じの、フライヤーがね、もう、店から見えるところね、その通りからもう見えるところでフライヤーがあってね、よりによって私が前を通った瞬間に、コロッケがサッて上がるんですよね。そりゃ、買わずにはいられないじゃないですか。あ、それ開けたていいですかって。あ、いいよいいよって。うん。あ、ちょっと開けたてくださいって言ってね。で、まあまあまあ、口封じのためにね、戻ってった先にいるバイトの君のね、分も、買ってきて。で、バイト君に、よしよしよし、まあ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 、食え食え食えとね、まあ、詳しくは聞くな、まあまあ食え食えと、これめっちゃうまいじゃないですか、って。肉屋さんのコロッケって本当うまいのね、なんでなんだろうね、あれ。うん。本当にね、まあ特にね、あの、揚げたてなんでね、もう肉屋さんで揚げたてコロッケ、ね、本当にたまらんかったな、なんてことで、ね、やりながらね、まあそんな感じで周りでね、話しとってね、とかっていうようなこともやっておったわけでございますよね。そうそうそう。だからね、ちょっとね、名古屋もね、名古屋でも結構ディープなね、名古屋のところとか、一宮もね、一宮でね、だいぶ、またね、名古屋弁とね、一宮弁もね、ちょっと違うんですよね。あの、名古屋はね、ねえで終わるイメージですよ。だがねとかね、ねえ、ねえねえってね、うん。で、西の、一宮の方に行くと、よで終わるイメージ、ようとかおで終わるイメージですね。よう、お前、おみやさんようって感じでね、うん。だいたい一宮の喫茶店に入ると、だいたいいつも、語尾がおになってね、なってるんで、あ、一宮来たなっていうふうに感じます。語尾を最後に、名古屋弁なイントネーションの感じで、最後をおに変えると、語尾をおに変えていくと、うん、西終わり弁な感じになります。稲沢、一宮とかっちの方の感じ。と、私は勝手に思ってますけどね。どうかな。というようなことは置いといて、あれ、そら、
ラインナップもね、見ていかないといけない。一応今週はね、まあ一応ドタバタがあったんですよ。それこそサブチャンネル、個人チャンネルの方の生放送の時にも言ったんですけどね、実は不審者侵入疑いっていうね、事件があってね、ちょっとベランダに不審者が来たんやないかって言ってね、実はちょっと事件があって、まあそれはね、ちょっとぜひ生放送の方でね、詳しく語ってるんで聞いてほしいんですけど、まあ結果的には警察まで来てもらうような羽目になって、もう本当にクンコンコンコンとかっていう音とかも聞こえて、何と思ったらね、実はベランダのところに置いてある通気口のところにね、刺さってあるホースとかがね、ズルズルズルってね、取られたりとか、まあ詳しくはまたあっちで聞いてほしいんですけど、簡単に言うとそんなことがあって、これ誰かおるぞって言ってんでね、慌てて警察連絡して、でまあ見てもらったら、実は、人の登った気配はなくて、まあまあでかい鳥の糞だけが取ったっていうね、どうも鳥さんがいたずらしてったみたいというようなね、ことがありましたよと。そうそう、夜中だったんでね、そうそうそう、あれ大変だったんですよ、うん、っていうようなこととかがありましたけどね、なんてね、ことは置いといて、とりあえず今週何やったかな、ラインナップの方をねちょっと見ていきましょうか。今週のラインナップはどんな感じかな。ちょっとすいません。今週はちょっと一覧作れないかもしれない。まだ何も準備ができてなくてね。何やった？日清カップヌードルね。メインチャンネルの方はカップヌードルの動画を上げましたね。先週末、週末にね。そうそうそう。ちょうどね、まあ、本当はね、間見て来週ぐらいに上げるかなと思って、プランニングしとったんですけど、なんか、ちょうど日清のカップヌードルの蓋がね、変わりますよってことで、散々ね、蓋止めシール、やっぱこれいいですよね、これがね、日清のカップヌードルですよねって言いながら蓋止めシールをしとったのにね、まさかのその蓋止めシールがなくなるっていう方があったんでね、慌ててそれに合わせて、前後編のね、動画をもうその日のうちに上げましたよと。昼間に、土曜日の昼間に、カップ麺食べる動画、で、夜に、昼間にあれか、データ解析した動画で、夜に、カップ麺実食編っていうのをね、やりましたよ、というような動画がありましたね、ということですね。あとは、それだけかな。メインチャンネルは、今週はもうそれしか上げてないか。ちょっと今ね、通信環境が悪くて見えないんですけど、そうですね、この2つだけですね。まあ、いろいろと PV も作ってね、今やってますんでね、うちね、言うて、まあ、特徴的なところで、1回の収録でね、もう十何本とか、一番すごいやつだと41本撮りっていうね、すさまじい、1回の収録で41本分の動画を作ってくるっていうね、離れ技とかやっておりますけど、まあ、効率よく作ってるというか、まあ、フィールドワーク的にね、やってますからね、大体ね、他の人だったら多分あれで3回、4回ぐらいだろうなと思いますし、最近スーツさんのね、動画とか見てると、基本的にはもう全部1本にまとめてやる方針でやってますよね。ですから、1回の動画が1時間半とか長、で、結構長めになっておることが多いんで、短くても40分とかですからね。もう本当に超大作続き。まあ、あれは、やはりもうね、固定客をね、しっかり持ってるところでないとなかなか、できない、技でもありますし、まあそれなりにね、技術ノウハウに、多分スタッフさんもね、もう抱えてますもんね、っていうところで、やってますし、まあで、編集自体はそこまで YouTuber さんの中では、すごく時間がかかる効率ね、やり方ではなくて、効率的に編集できるようなシステム組んでやってますからね、見てると。でも全然見にくいとかそういうのがないっていうのはさすがやなと思うんですよ、これね。ただね、あれはでもちょっと他の鉄道系 YouTuber さんにはちょっと今チャンスになってるかなとは思いますよね。っていうのは気になるのは、1時間半、最近のあれ、旅行動画の方が八丈島のやつは、で上げてましたけど、1時間半とかね、1時間を超える動画ボコンと作って、視聴維持率がどれくらいあるのかが、まあもちろん私たちは見れないんですけどね、あれはね、ぜひ見てみたい
まあ見れる機会はないんであれなんですけどね、どれぐらい維持率があるのかなって。あれほやで1時間動画とかを作って平均視聴維持率が30分とか言ってたらね、あの多分全然ありなんですよ。っていうのはあの平均視聴数っていうのはパッとあの押し間違えて入ったやつ 2,3 秒とかでね、あ押し間違えたって言ってね消したやつっていうねいうのもカウントに入ってきますから、そうするとどうしてもね必然的に、うん、あのそんなあの平均は短くなっちゃうんですよね、うん、だから半分にとったらあの手の長さで半分にとったら全然上等、ほぼほぼ声で見たいなと思っとった人は維持しとったっていうような計算になってきますんで、どうなんだろうなというところで、ただチャンネルでチャンスが出てくるっていうのは結局最初からね時間でもう1時間半とかって分かってるとだいぶ見るのにちょっとね気構えをしないといけないし、まあ、変な話あのそれだけの時間を見る時間を費やさないといけないんですよ。でそんな中でやっぱ10分とかの動画があったらとりあえずそっちの方のやったらパッと見れるんで見れるじゃないですか。ですから、鉄道系では基本的には10分から20分ぐらいでまとめるっていうのがセオリーなんですよね。うん、ですから、まあ短い方だったら 5、6分でねまとめる人もいますね。だから謎さんは10分、基本的に20分超えるようななんてないしねとか、多分あれは多分そこにこだわりを持ってまとめてやるっていうねところでやってるんだろうなっていうのは思いますしね。うん、そう編集ね凝ってるところちょっと西園寺さんとかもやっぱ凝ってるなってねありますよ。で最近ねうちの地元でね勝呂斎藤崎さんもねやっぱ凝ってるなっていうところがあります。テロップの入れ方とかテレビ的に作りますよね、あの奥田方は。まあ多分情報共有しながらやってるんだろうな、あの西園寺さんグループっていう言ったらいいのかな、西園寺さん、田中さん、ホイサッサさんとかでザキさんとかね、大体、その編集作業とかそのコラボして動画を撮ってますよというのもあるのはあるんですけど、そうじゃなくて多分そのシステムの使い方とかこういう編集した方がいいんじゃないかみたいなところとかでは情報共有をしながらやってるんだろうな、編集の仕方とかに共有化が見られるんですよね。で結構凝った作りにする、うん、あれですよね。だからメイキングのやつどこだったっけ、あれ鬼ごっこのやつねのメイキングなんかもちらっと見ましたけど、やっぱ全然かけてる時間が違いますよね。だいたい3分5分作るのに3時間とかかかるっていうような計算でやってましたもんね。まあそれはそれあんだけレイヤー重ねてね、自前で作っててやっとったらまあそうだろうなって。あれだってあの鬼ごっこのいわゆるテンプレで使う画像データとかあの映像データあのあたりの編集が終わってる段階でそれぐらいかかるってなってたから相当膨大な時間を費やしてるんだろうなと思いますよね。あやっぱそのあたりはすごいなって思いますしね、うん、っていうところですよね。でやっぱアドビー字が多いんだろうなっていうのは分かりますよね。多分ね、あそうか公言してるね、サヨンさんはアドビーで公言されてましたし、見とって、多分私パワーディレクター使ってるんですけど、パワーディレクターでやってんだろうなっていう人で、大手でも大手さんでもパワーディレクターあの本当にあの文字のレイヤーとかねああいうテロップとか入れるのにはあんま向いてないね正直。というのは海外の動画やっぱ見てるとあんなテロップをあんまり入れるっていう作業をすることはあんまないんですよね海外って、うん、でいうところ見てみると、うん、もうだから字幕入れるんだったらあの Google の字幕システム使えばいいじゃん、でも自動生成ポンと出しゃ大体出てくるしいいじゃんって感じなんだよね。ですよ。でですからパワーディレクターを使ってる人って基本的にあんま字幕はポンポコポンポコテロップが出るよねとは作らないとか、作ろうと思ってめちゃくちゃしんどいんですよ。あの重ね文字を重ねるとかね突っ込み入れたところにバシッと入れるとかああいうの作るだけでもねめちゃくちゃ苦労かかるんで、アドビのが作りやすそう見てると、レイヤーの重ねとかがすごくしやすいような作りになって
ますね。ちらっと画面を見た感じだとね。うん。で、だからパワーディレクターの方がシンプルに編集できるんで、多分コスパよくこういう風にね、作ると、ってなると、多分こっちの方の方が向いてるんだろうなっていうので、大手さんだと、それこそスーツさんどうだろうな。スーツさん、でも、なんか別のソフトを使って、アドビーかな。どうだろうなっていう、ところありまして、間違いなくパワーディレクターだろうなっていうのは綿貫渉さんね、いつも斬新な企画ねされますね。うちなんかね、ウォーキングって言いながら、この前20キロでね、20キロ歩いてね、ぜい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 言ってましたけど、もう普通に1企画でね、で、20キロ歩いた動画で、15本ぐらいでね、頑張って作りましたけどね、もう1本の動画で知れたらきますからね。いや、すごいなって思います。本当に、空港から最寄りの駅ってなってるところまで、ね、全部歩くとかね、いろんなね、結構、うん、あ、その視点あったかっていうね、結構新しい視点の企画が多いですよね。っていうところもあります。だから、そう、綿貫さんは、にとって間違いなく、多分、ほぼ間違いなく、テロップに使ってる、テロップで出てくる字幕の、フォント とかね、構成とか、デザインの、レイアウトとかが、パワーディレクターだろうなと。あとは、謎さんもどうだろうな、謎さんもなんかパワーディレクターっぽいけどなーって思いながらね、いろいろと、見たりしてるわけでございます。ぶっちゃけアドビーの方が高いんですよね。そうだからパワーディレクターでとりあえずやってみ始めたっていうのもありますし、まあ一応最初の段階からね、英語版を作りたいなっていうのはありましたんで、で英語版でやるんだったら、そんなテロップを入れるっていうのはあんまり考慮しない方がでもいいだろうなっていう、魂胆ありましたんで、まあそれでパワーディレクターとかってますよといった流れでございますね。まあまあでもいろいろやってみて、一回ぐらいはちょっとちゃんとテロップをガシガシ入れるね、YouTuber っぽいのもね、作ってみたいところですけどね。あ、ちなみにあれ、英語でね、やってるんであれですけど、YouTuber ってあれなんですかね、和製英語なんですかね。大体なんか海外だと YouTube クリエイターって使いますよね。うん、あれはね、不思議なところですけど、YouTube はまあ通じることないと思いますし、どうなんでしょうね。海外、英語圏で YouTuber って、I am YouTuber って言ってるようなとかないですよ。大体 I am YouTube クリエイターって言うんですよね。うん、なんてことを思いながらね。あとラインナップね。うん。で、個人チャンネルの方でね、生放送の方やります。これはね、定期的にやろうと思います。一応9時から、できれば、基本的にもう9時から、打つなら9時から打ちます。で、できなかったらもう、すいません、流しでっていう感じで、ニュースをね、まあ、普段ニュース読むついでにね、やるような感じでね、やっていくと思います。で、4つ目の方は、今ずっと松坂のシリーズね、松坂駅の構内、名所案内、完全制覇、ずっと進めているところですけど、今回はどこが上がってる？これね、週間見ねえんだよな。松坂駅には着いたんだよな。松坂駅には着いて、あれか、岡寺さん、慶祥寺、もう駅がすぐでしたよね。に行って、その後、三井家発祥の地行って、あと、松坂市役所までは見に行ってますか。松坂市役所、伊勢ね、行くついときに、もうね、三井家発祥の地からすぐ近くなんで、もう、その直接行かんと、ちょっと伊勢街道とかね、魚町なんていうのをくるっと見て回りましたけど、これがね、また、後々、伏線になってきました。たまたまだったんですけどね、あ、そうなんだ、これって、もともとそうなんだ、魚町とかあっちの方だったんだっていうのが、ここだとまた出てきたりしますんで、またあれよかったら、そのあたりもね、お楽しみにしていただければと思います。しばらくは松坂です。松坂ご利用しで、予定では松坂ガンガンご利用しした後に、結構すごい神社とかも出てきますからね、穴場の。神社を見た後に、松坂の後が、
次、東青山の動画を1回出して、1回っていうか、これもこれでシリーズになると思います。まあ、ただ、これはね、そんなに本数はいかないと思いますけど、多分、編集段階感じだと5本ぐらいでまとまるかなとは思いますからね。で、また、そこからまた真っ逆に戻ってきます。で、真っ逆に戻ってくるのも、この後、2回真っ逆にロケやるんですよ。だから、合計3回真っ逆にロケやってるんですけど、一回、正確に言うと4回か。東青山行った時は、東青山から結局一回あれ、まさかに寄ったんやったっけ。あれ、記憶が曖昧ですけど、まあいいや。で、どちらでしょうね。また別でね、ちょっとね、要件があったからね、で、まさか行ったときに、これもついで、ちょろちょろっと、まさかの往復の動画、要は、回数券で、使ったやつの、まあ、ついでというかね、まあ、で、行って帰ってくるついでに、ちょっと、茶番劇をやってというのをやって、まあ、ちょっと変則的にね、まあ、色自体はもう、そのまま4回しかまさかに行くだけなんですけど、まあ、ちょっとね、普通のその快速見えで使うような使い方じゃなくて、ちょっとね、別のやり方でやりましたよというのがあったでしょう。まあ、それはもう行きと帰りでは1回ずつですわ。いわゆる普通の鉄道系 YouTuber さんみたいな感じの作りになると思います。ねえ、それ以上はないですしね、あの動画に関しては。もう行ったら、その先でちょっと用件を済ませてっていうだけだったんで、まあ、午前中のうちに帰ってきてっていうね、だけでしたでしょう。で、その後に、この前、まさかの、残りのところね、駅構内で行ききれてなかったところを、回ってきました。3箇所、4箇所か、ね、回ってきましたよっていうのがあって、これはこれで、なかなか、見どころがあるなっていう感じになってます。まだ編集全然手ついてないですけどね。これはこれで結構思ったより取れ高があったんでね、結構な回数になりそうかなって。だからまさか、夏は、多分そのまま夏商戦、また夏はね、毎日更新できるように今準備しますんでね、なりそうかなって呼んでます。あとは、実はもう一本ね、動画撮ってるんですわ。先週ですけどね、ちょっと撮ってきたのがあって、関から関の方に行ってきました。あっちね、亀山の関ね、亀山市の関の方とか行って、で、そっからね、ちょっと伊賀の、つげとかね、あっちの方とかで、ちょっと軽く企画をやりました。これがね、全く期待をしてなかったんですけど、これ、まあ、ちょっと、ここだけの話で言っとくと、まあ、その動画でも言ってますけどね、実は、席に行くまでの間に、いろいろあって、ずっと動画を撮ってたはずだったのが、実はカメラ回せてなくて、まるっと3時間ぐらいロスをして、さすがに何もなしで3時間回しとったとつもりでね、撮れておったと思っとったら撮れてなくて、まあ、途中で気がついたんですけど、ちょっといろいろあって、まあ、鈴鹿スカイラインとかね、あの辺りを走っとったりした兼ね合いで、全く、途中で、あ、これ撮れてなかったって気がついたけど、山道走ってますからね、そんなカメラ操作するわけにもいかないんで、わーと思いながらね、スカイラインを下って、で、結局、席でね、撮り始めようと思ったら、またちょっとトラブルがあって、カメラが回せない状況になり、まあ、ちょっと回せない団体さんが、よりによって、その駐車場にやってきちゃったんですよね、そう、とかっていうのがあって、あちゃーというね、そう、ちょっとね、素敵なスピーカーとかね、ついてるような車のね、団体さんがわっと入ってきちゃったんで、これはカメラ回しとったら何回しとんちゃった。で、なんか、ね、言われてもあれやから、ちょっと待って、ちょっと待ってね、関市の方に行ってね、関駅の方に行ってね。で、ちょっとね、あの辺りで撮りました。面白いですよね、有料駐車場がね、駅前にあって、それがね、駅の売店でチケット売ってて、それから駅の売店に行ってね、売店で1日分くださいって言ったら、チケット発行してくれて、これ結構レアなチケットかなと思って、また、本編で公開しますんでね、その辺りとかも楽しみいただければと思います。で、まあ、
ちょっとちゃちゃっと行ってね、撮ってきましたよと、いった感じでございますね。まあ、これでな、多分夏場をしのぐんじゃないかな。で、また夏、ね、移動してね、また動画を撮りたいところなんですけど、ね、まあ、いや、これ、コロナに関する話に関しては、サブチャンネルの方で、まあ、これから基本毎日できるのかな。水曜以外はやりたいなと思いながらね、一応段取り組んでますんで、一応今タイムテーブル的にはまあ段取り的にちょっと30分か1時間ぐらいはちょっとニュースのことをチラチラと話せるかなと思ってますんで、よかったらそのあたり個人チャンネルもね、また、お付き合いいただければと思います。山寮時事政治個人チャンネルってなってますね。緑色のマークのやつです。ぜひよろしくお願いいたしますということでね、まあこんなもんですね。まあ言うてなんやかんやと話しましたんでね、まあね、もしかしたらこれがで、ね、一旦ね、この捨てラジという形では、まあ最終回じゃないですけどね、また何かしらの形で時間タイムスケジュール、取れるようになってきたらね、ラジオ番組また復活させるような予定で、まあその分ね、生捨てっていうのもこれまたね、言うて7年ぶりの復活でございますからね、7年ぶりかな、2015年かそれぐらいにニコ生でやってた、企画だったんで、まあそれを YouTube ライブで持ってきますよと、いうことになりますので、今ちょっといろいろ資料をまたね、準備して、今ちょっとテンプレの準備とかね、いろいろと、これね、意外とね厄介だったのがね、今使ってるソフトがね、その2チャンネルの放送に合わせるっていうのが難しくて、いや同時配信じゃ、2チャンネル同時配信じゃなくてね、1チャンネルでフォーマットを作ると、そのフォーマットから別のチャンネル用のフォーマットの作り替えがね、なんかね、プログラム的にね、なんかできないのかな、あれ、うん、でいうシステムになってるみたいでね、一から作り直してもう一回ちょっと全部貼り直しをするような形でね、そうそうそう、ホストサーバーの設定とかもね、一からいじらないといけないので、まあ、これはこれちょっとあれかな、なんか多分そのテンプレートで保存できるようなやつあると思うんですけどね、まあ、ちょっと今そのあたりもね、ちょっと英語のね、ソフトだったりするかね、でね、ちょっと、私もちょっと確認しながら言ってますんでね、まあ、うまく使っていけたらなと思います。まあ、ですので、ライブ配信はね、カメラもね、変えた兼ね合いで、あれ結構音がね、ちゃんと拾いますし、で、まあ、私もね、入れ歯が出来上がった兼ね合いもありますんで、まあ、顔出しでね、できるところもあると思いますんでね、まあ、そのあたりでやっていけたらなと思っておりますのでね、また今後はね、捨てラジはひとまず、とりあえずこれで、一旦とりあえず休止にして、まあ来週以降は生放送で、ぜひね、コメント書き込んでいただいたらね、もうガンガン対応できるようにしてきますんで、よろしければぜひよろしくお願いいたします。ということで、まあとりあえずね、捨てラジの方はこれくらいで、今週分ね、締めさせていただきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。